今が旬の柿狩りなどを通して五條市の魅力を知ってもらおうというツアーが行われました。このツアーは五條市に本社を置く柿の葉寿司本舗田中がこの地域の魅力を知ってもらおうと開いたものです。今日は県内外から参加したおよそ30人が五條市西吉野町の観光農園を訪れて今が旬の富有柿を収穫。嬉しいな。参加者はしっかりと熟した実を取ってその場で味わい、その甘さに舌鼓を打っていました。参加した人たちはもぎたての秋の味覚を味わいながら五條の魅力を堪能していました。